青森駅。青森駅は、青森県青森市柳川1丁目にある、東日本旅客鉄道、JR 東日本青い森鉄道の駅である。青森県の県庁所在地、青森市の中心駅。かつては、東京から伸びる、鉄道幹線である、東北本線及び、奥羽本線の終着駅であり、青函連絡船との乗り換え駅であった。1988年、昭和63年の青函トンネル開通に伴う青函連絡船廃止と旅客輸送の海峡経由化、2010年、平成22年の東北新幹線開通に伴う東北本線の第3セクター化、さらには2016年、平成28年の北海道新幹線開業に伴う海峡線経由の旅客輸送の新幹線への移行を経て、北海道との連絡口としての役割から、三内丸山遺跡や世界遺産白神山地への玄関口と、その機能は変貌を遂げる駅として、東北の駅100選に選定されるに至っている。なお、東北本線八戸駅青森駅間の第3セクター化に伴い、在来線における所属線は、東北本線から奥羽本線に変更されている。2016年現在、乗り入れている路線は、JR 東日本の奥羽本線と津軽線、青い森鉄道の青い森鉄道線の合計3路線であり、いずれの路線も当駅が起終点となっている。津軽線のみ起点、他の2路線は終点。JR 青森駅の事務官高度は211,066である。当駅は古くは、青函連絡船の本州側玄関口であり、北海道と本州をつなぐ全国的な交通網の要であった。その情景は歌謡曲、津軽海峡、峠式の歌詞にもなった。1988年、昭和63年に青函トンネルが開通すると、青函連絡船はその役目を新たに開業した津軽海峡線に譲って廃止され、津軽海峡線の快速、海峡の始発、終着駅の役割を果たしていた。その後、2002年、平成14年の東北新幹線、盛岡八戸間開業時に、快速、海峡が廃止され、特急、白鳥、スーパー白鳥の停車駅、一部始発及び終着ありとなったことから、昼間の当駅始発、終着列車は減り、さらに2010年12月4日の東北新幹線、新青森開業後は、東北本線、八戸当駅間は青い森鉄道に経営移管され、特急、白鳥、スーパー白鳥の起終点は、八戸駅ら、新青森駅に変更され、多客機の臨時特急、白鳥の午前の1往復のみ当駅始発となった。そして、2016年、平成28年の北海道新幹線開業に伴い、青函トンネル経由の旅客列車はすべて新幹線へ移行することになったため、特急、白鳥、スーパー白鳥をはじめとした津軽海峡線旅客列車はすべて運行を終了した。これにより、当駅から直接北海道方面へ向かう旅客列車はなくなり、北海道への玄関口としての役割は、新青森駅に譲り渡された。かつては1番線側に青函連絡船の岸壁があり、連絡船の車両甲板につながる可動橋があった。また、当駅から安方を経て、ふ頭方面への臨港線、青森県紅葉臨港線もあり、貨車の入れ替え作業がホームから頻繁に見られた。連絡船への貨車積み込みのため、構内の線路は岸壁に向かって、北側に伸びた構造になっている。島式ホーム3面6線を有する地上駅。1.2 番線に青い森鉄道線、2から6番線に奥羽本線、4.6 番線に津軽線の列車が発着している。各線は構内北側へ向けて一線に合流しており、客車列車の入れ替え、機回し線として使用されている。東北本線。八戸青森間経営分離に際して、構内改良工事が行われており、1.2 番線の有効長短縮や不要線路、分岐器撤去などが実施された。経営分離以前は、一部列車を除き 1.2 番線に、東北本線、3から5番線に、奥羽本線、6番線に津軽線の列車が発着していた。線路番線、名称としては、駅構内西から番号が振られており、雨表のようになっている。当駅構内南端部には青い森鉄道線の740キロポストと奥羽本線の485キロポストがある。構内の各ホーム間を連絡する跨線橋はホーム南北に2カ所あり、南側のものは駅舎と各ホームとの連絡橋として現在も使用されているが、北側のものはかつての青函連絡船との乗り換え用のため現は使用されていない。この北側の跨線橋は連絡船廃止後長らく未使用となっていたが、現在は改修されて、八甲田丸、青い海公園と青森マリーナを結ぶ、青い海公園連絡橋として使用されている。出典、JR 東日本、駅構内図、青森駅舎、本屋があり、2階には、JR 青森駅の駅長室、内勤事務室と、JR 東日本盛岡支社青森支店がある。社員配置駅、駅長、副駅長、営業総括所役、輸送総括所役配置。津軽線、油川駅民間屋駅間と奥羽本線、新青森駅を管理下に置く。当駅の駅長は、青森地区駅長を兼務している。駅スタンプは、有人改札内に設置されている。JR 東日本東北総合サービスに、業務委託されている。緑の窓口、自動券売機が設置されている。青い森鉄道の乗車券は JR 自動券売機窓口での発売となる。また、窓口で購入したものに関しては、マルスでの発行となるため、自動改札機の利用はできない。主な駅弁は、下記の通り、近年の推移は以下の通りである。新町通りでは、毎年ゴールデンウィークに青森春フェスティバルが開催される。2017年1月現在、一部除く。同じ行き先でも、経由地によって乗り場が異なる。2010年の東北新幹線の新青森駅延伸で、既存の中心街が衰退することを防ぐため、青森市などによる青森駅前再開発が進められた。再開発の一環として、アウガ、ミッドライフタワー、青森駅前公園が整備された。駅前のバスターミナルは、バスプールの集約化。バスタクシー、自家用車の車の流れを区分する工事、青森市観光交流情報センターの開業、駅舎前シェルターの取り付け工事、駅前駐車場の整備、文化観光交流施設、ねぶたの家わらっせの開業とそれに伴う JR バスのバスプールの移設といった大規模な改良が行われた。駅構内も緑の窓口やビュープラザの改修、旧待合室跡地への青い森鉄道の窓口の整備、駅舎外にあったニューデイズやドトールコーヒーショップを駅舎内に移転させるなどの大規模な改修工事、行われた。東北新幹線新青森開業時より、当駅から新青森駅間においては、特急列車の普通車自由席、または全車指定列車の空いている席に乗車する場合に、限って、特急料金が不要となる特例が設けられている。本数の多かった特急、白鳥、スーパー白鳥の自由席を新青森駅との間のシャトル輸送に使うことを目的とした制度である。青春18切符、北海道&東日本パス、鉄道の引き年、JR 全線乗り放題切符は対象外だったが、青春18切符、北海道&東日本パスは2012年夏季発売分により対象となる。北海道新幹線開業とともに、白鳥、スーパー白鳥は廃止され、青森駅津軽新城駅間の普通列車に置き換えられたため、それ以降は特急、津軽3往復と臨時快速のリゾート白神やリゾートアスナロのみ適用される。青森市市長を務めていた佐々木誠造は、青森駅の改築に伴い、青森市役所の窓口機能を青森駅に移転する計画を模索しており、調査費も2009年度の青森市の予算に組み込まれていたが、2009年の市長選挙で、鹿内博が勝利し市長に就任したため、白紙撤回となった。2011年には駅舎の老朽化に伴い、東正面口に公共交易施設を含む複合施設を整備、東西自由通路の整備をする計画を青森市が提案し、JR 側も協力姿勢を示していた。その後、2016年になって、県、市、JR が青森駅周辺整備事業の基本協定を締結。2018年6月には、県、市、商工会議所、JR が青森駅周辺のまちづくりに関する連携協定を、同年7月には、県、市、JR が青森駅自由通路整備等に関する工事の施行協定をそれぞれ締結し、同年11月に着工した。総事業費は95億8000万円を予定しており、橋上駅舎と東西自由通路に関しては2020年度末の供用開始を目指している。駅構内扱いで、奥羽本線と青森信号場から伸びる貨物支線が合流する地点に、通称、滝内信号所がある。かつては滝内信号場だったが、駅構内扱いとなり、信号所と呼ばれるようになった。所在地は、青森県青森市線がり。なお、奥羽本線、津軽線を運転する列車の運転士及び、車掌の運転時刻表には、滝内1という名称で当信号所の通過時刻が記載されている。北側から順に、津軽線、青森車両センターへの小運転線、奥羽本線の3線が並ぶ。信号所東側、千狩踏切で、貨物支線と奥羽本線が分岐しており、奥羽本線と青い森鉄道線を通過する貨物列車は、青森には乗り入れない。青森駅を経由する。津軽線と小運転線の間にも、津軽海峡線開業と前後して渡り線が設けられており、津軽海峡線方面からの貨物列車は、青森駅を経由せず、直接、青森信号場に進入することが可能になった。青森駅発の奥羽、津軽線は、それぞれ、奥羽貨物支線進入列車が、滝内信号所を通過するまで発車できない。そのため、青森駅で、列車交換をしない場合でも、貨物列車の影響で発車が遅れることがある。また奥羽線は、津軽線、津軽海峡線からの貨物列車が奥羽線の線路を、またいで、奥羽貨物支線へと進入するため、津軽海峡線貨物列車が当信号所を通過するまで発車できないことがある。なお、当信号所構内にあたる千狩踏切近くに、津軽線1キロポストと奥羽貨物支線0キロポストがある。当駅と構内扱いの滝内信号所、青森信号場を頂点とするデルタ線が形成されている。客車時代の特急、初狩りは展望車こそ連結されていなかったが、3等車の座席は進行方向に固定されていたため、青森到着後はデルタ線を使った。三角回しで編成の向きを変えていた。上記のデルタ線の中で南側の底辺にあたるのが奥羽本線の貨物支線である。貨物列車はこの線路を通過するため、通常は当駅に貨物列車が入線することはない。貨物列車の機関車交換は手前の青森信号場で行う。本州と北海道を結ぶ寝台特急、北斗星、カシオペア。トワイライトエクスプレスは青森駅で機関車交換を実施するために運転停止していた。ただし2006年平成18年3月18日から2012年平成24年3月16日までの間は青森駅構内で夜間に線路改良工事を行っていたため北斗星トワイライトエクスプレスの席車交換は青森信号場で行い当駅を経由していなかった。なお、青い森鉄道線は、青森信号場から当駅構内近くまで単線高架化されている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。